西武鉄道唯一の地下路線である西武有楽町線の新桜台駅へ来ました。ホームの作りは東京メトロ有楽町線ととてもよく似ています。西武有楽町線は練馬駅から小竹向原駅を 2.8 キロで結ぶ路線です。新桜台駅と小竹向原駅が地下駅となっています。西武有楽町線は地下鉄有楽町線と西武池袋線の直通を目的に作られました。当初途中駅を作る予定はありませんでしたが、練馬駅の工事が遅れてしまったために新桜台駅を設置し、一旦営団地下鉄側からの終着駅として開業させました。練馬駅側を開業することができず、新桜台駅は西武鉄道の駅であるにもかかわらず有楽町線の延長部分のように扱われていたため、駅の作りは当時の営団地下鉄の駅と同じ仕様になっています。少し前までホームの駅名表示は地下鉄と同じ仕様でしたが、現在は西武鉄道の表示に変更されています。また隣の小竹向原駅は東京メトロが管理する共同使用駅なので、新桜台駅は西武鉄道が管理する唯一の地下駅となっています。東京メトロ1万系石神井公園行きの電車が到着しました。この先高架式の駅である練馬駅まで一気に上り詰めていきます。快速急行など一部の電車は新桜台駅を通過します。新桜台駅1番線ホームを F ライナー快速急行元町中華街行きの電車が通過していきます。今度は2番線を F ライナー快速急行小手差し行きの電車が通過していきます。それでは西武有楽町線の全面展望をのんびりご覧ください。まずは練馬駅から新桜台駅へ向かいます。
って新桜台駅から小竹向原駅へ向かいます。今度は逆方向の全面展望です。まず小竹向原駅から新桜台駅へ向かいます。そして最後は新桜台駅から練馬駅へ向かいます。練馬駅、右側です。池袋方面、柴田から向かいます。
手差しでウクライナ海産急行出差し出たしました。お手差しでウクライナ海産急行反応行きと待ち合わせをいたします。今後の準急反応行きはお手差しでウクライナ海産急行反応行きと待ち合わせをいたします。準急反応行きこの列車到着後すぐの発車となります。お乗り換えのお客様ご注意ください。東京メトロ有楽町線や副都心線などのダイヤが乱れたときは、西武有楽町線は運転見合わせとなり、一切の直通運転を中止します。そのため、復旧するまでの間、新桜台駅には電車が一本も来ないというバイパス路線としての特徴があります。西武有楽町線の動画をご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録していただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。